Hola a todos, bienvenidos a Enlio no Capón. Soy En. Leo です。Hoy vamos a hablar acerca de las 合コン。それでは早速行ってみましょう。俺一回もね、人生で合コンって参加したことないからさ、ちょっと今回はもう Leo先生に教えてもらおうと思うんだけど、いえいえ、とんでもないですよ。そもそも合コンってさ、言葉の意味的には 何を指すこと？合同コンパっていうさ、略称だから、うん、合同コンパの略、うんうん、だから男子と女子が合同で、うん、まあ、コンパするコンパってのはコンパニオン、うん、日本語で言うコンパニオンってのは、うん、何のこと？会食？会食か、ちょっと人と会う、人と会って、そうそう、触れ合ってお話しするみたいな感じ、うん、あ、それを男子と女子混ざって合同でやるから、そうそう、合コンってこと？そう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 、うん、で実際にこの合コンでは何をするの？何をする？お酒飲んで、ワイワイ話して、うん、まあ、連絡先交換したり、もうちょっとお話ししたいなってなったら、うん、その2人でどっか出かけるっていうのもあるし、うん、つまり、うん、この合コンっていうのはな、まあ要は出会いの場みたいな感じ？まあそうだね、もう最近だとそうだよ。でもさ、うん、この合コンっていうのはどうやって発生するわけ？その知らない人と会うわけでしょ？そうだよ。誰がこの知らない人たちを集めるわけ？そういう店があるんだよ。え、じゃあ店に行ったら勝手にそれをさ、うん、何やってくれるの？合コンを、そうそう、開催してくれる。そう、開催してくれるの？そうだよ。そういう店があるんだ。あらあらあら。そこには一人で行っても、あ、その合コンが成立するわけ？あのね、最近だとね、一人専用っていうのもあるって。一人で行って女性の方も一人いたら1対1で話すっていう合コンも、あ、それあれでしょ、相席居酒屋。あ、それでなんか聞いたことある、相席居酒屋的な。そう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 。あ、最近はその、じゃあ1対1のもあるんだ。あるね。でもさ、うん、俺の友達の話とかを聞いてると、友達の知り合い同士なんか、あ、そっちタイプね。もうそう、俺はそのイメージが強かったんだけど、まあ、そっちの方がぶっちゃけ一番安全だと思うよ。まあ、まあ、ある程度ちょっと知ってるっていうか、知り合いの知り合いみたいな感じか。そう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 。だから、うん、俺はそっちの方が気が楽だし、むしろ楽しいし、うん、まだ気まずくなる空気にはならない。じゃあ実際に合コンに参加して、3対3での合コンに参加したとすると、うん、どう始まるわけ？誰かがさ、なんか司会みたいのするの、これって？まあ、もうあるし、うん、なんか向かい合った女性と男性がいるから、もうまばらに全部こう話し合う。例えば3対3だったら、うん、6人合同でボードゲームとかすることもあるから、あ、結構楽しい。あ、楽しいんだ、うん、で、りょうは、うん、実際どんくらい合コンに参加したことある？まあでも結構好き好きは言ってるけど、まあ、10回から20回ぐらいじゃない？今までで？今まで、うん、こうやって少ない方？全然少ないよ。普通に週1で行く人とかもいれば、もう2日に1回行く人だっているし。俺0回人生で。あ、0回した日本人の人で合コンすごいやってる印象があるんだけど、俺的には、ね、なんでこんな合コンをやるんだろうって俺思って、こうやって3対3とか人数をわざわざ決めて、うん、この人数の人たちが会食をするみたいな、これをなんでわざわざこうするんだろうってのが俺ちょっと疑問なの。あ、なぜ人数をわざわざ集めて、うん、でなんか会食的な感じでさ、うん、やるんだろうって。クラブみたいにわーって集まればええやん。そうそう、そんな感じだって。新しい出会いを求めてんだったら、そういうさ、彼氏とかいない人たちがいっぱいいそうなところにも行けばいいじゃんって俺は思う。あ、まあね、そこに関しては、うん、日本人の心なのか分かんないけど、うん、やっぱちゃんと相手を知った上でお付き合いしたり、うん、こうこれからもね、喋っていきたいと思えるから、うん、思うから、うん、だからあえて少ない人数でしっかりと向き合ってお話しして、うん、それでマッチングするか。だからあえて相席屋行ったらちゃんと人数、うん、あと場所であったりとか、うん、お酒の提供もそうだけど、うん、いろいろだからうるさく条件はできるよ。まあ、そういうことなんだよ。ちゃんと向き合って話したいからってのがあるんだね。そう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 。あ、なるほどね。そこは俺考えてなかったわ、あんまり。まあ、さっきね、エンコが言ったそのクラブみたいに行きゃいいじゃんっていうのはまた違う遊びで、うん、それをやるときもあれば、合コンでちょっとちゃんと誰かと話したいなみたいな、うん、知り合いたいなってこともある。そう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 、そういうこと。もしその合コンにいる相手にさ、うん、
正直興味が開かないような相手だったらどうするの、うん、それ開かない相手だったら、うん、俺は俺だったら多分帰りたくなるわけ、まあ帰る、まあ、普通一般人の方はそうだけど、うん、俺はそういう気持ちはあっても、うん、なんか人に話を聞く分にはただじゃん。ああまあね、うん、あこういう人ってこんなことしてるんだ、こういう考えしてるんだっていうのだけやっぱ聞きたいよね。異性として興味が湧かない時は普通に人としてなんか雑談する的な感じ。そっからね、はいはい、まあ、ビジネスパートまではいかないけど、うん、これからね、いろんなことに対して発展していくかもしれないし、ね、そこでまた気が合えばもう付き合えるかもしれない。だから俺はそういうチャンスを捨てたくはない、はい、人脈は大切。人脈築くためにも合コンっていうのはいいかもしれないってこと、うん、そうだね。まあでも付き合いっていう目的の方もいるけど、うん、まあ俺は付き合ったことはもうゼロや。別にそれでもいいんだ、うん、その合コンに行って誰ともなんか特に発展しなくても別にいいんだ。別にいいよ、俺はだって話せればいいもん、話したいだけで行くから。あそう、うん、いや俺はてっきりね、合コンに参加する人っていうのはもう彼氏だの、うん、彼女を新しく求めてる人たちが参加するものなんかなって俺は思ってた、ね、まあね、まあでもそのやつもいるいるけど、うん、まあそれが全てではないんだ、まあ、ではない。普通に寮みたいに友達とか新しい人となんか話す機会、うん、そうそうそう、そして合コンに参加するって人も普通にいるんだ。そうだね、いるよ。うーん、ちなみになんだけど、うん、この1回の合コンでいくらぐらい使う値段、うん、まあね、俺がよく行くところは結構高いんだけど、うん、なんか10分単位でお金が発生するんだよ、10分単位で、うん、なんだろう、200円300円とか高いところだと500円とか。これはさっき言ってた合コンを企画してくれる店のこと。あ、そう、店のこと、うん、え、10分単位なんだ。そう、10分単位、なんかそこで待ち時間ですらお金もかかるから、そう、結構ね、値段はね高いけど、でもやっぱこうやって喋れる機会をくれるんだったら、あ、全然いいんだ。それぐらい金払うのは全然、ね、まあね、まあ、そんな長いことはしないけど、うん、海外のから日本に来てる人だよね、合コンってさ、進める。うん、俺は進める。やっぱこう俺たち日本人は外国人のみんなを、まあ、興味持ってるし、俺だったらやっぱ話したいし、うん、なんかどん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 触れ合ってもいきたいから、うん、むしろ来ていいよってなる。うーん、そうだね、うん、話聞いてた感じだとやっぱり合コンの方がやっぱ、うん、なんだろう、じっくり話せるから、そう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 、そっちの方が日本人的にはやりやすいのかもね。クラブとかでさ、なんか知らない人に、知らない外人とかに話しかけるのは、多分日本語以外の言語にすごい自信がある人じゃないと多分あんまりできない行為だと俺も思うから、それは確かに。だったら、そうだね、もし仮にその外国人が日本語ある程度話せるんだったら、そっちの方が、合コンの方がちゃんとね、向き合って話せるし、そっちの方がお互いやりやすいのかもね。なるほどね。俺がまとめるわ、うん、合コンはね、うん、純粋に異性と話せるから楽しい。楽しいと、あと人脈をつなぎられる。人脈、うん、そう。で、あと最後に1個言うとしたらば、なんだろうね、思い出作りじゃね。それ楽しいと思う。楽しいでしょ。タコの2つ楽しくて人脈も築けるかもしれない。じゃあ、お前今度連れてってあげるよ。行くかもね、じゃあ。行くかもね、うん。まあ、いいなと思ったら、高評価、グッド、お願いします。質問やリクエストがあれば、遠慮なく、コメントしていただけると嬉しいです。